いつもご視聴いただきありがとうございます。ミスルというミュージックスクール山田です。久しぶりの更新になってしまったんですが、今日は YouTube チャンネルの登録の皆さんにお知らせがあります。2022年3月22日ですね、はい、にリトーミュージックさんより僕の、ジャズギター教則本を発売することとなりました。教則本の表紙はこういった形で素敵に、作っていただきました。はい、で今日はですね、この教則本の内容についてちょっとご紹介をしていこうかなと思いますので、このようなメニューで、お話を進めていこうかなと思います。はい、それでは一つ目ですね、教則本の対象者はどんな方なんですかというところなんですけど、まず最初に、教則本執筆の依頼をヒットミュージックさんからいただいたときに、ビギナーの方を対象、まあビギナー、これからジャズを始めるという方ですね、を対象にした教本であれば僕はお断りをしようかなと思っておりました。っていうのは、まあ YouTube にもビギナーシリーズをたくさん撮っていますし、あとは、まあメンバーシップもそうですし、いい教則本とか YouTube レッスン動画がたくさん上がってると思いますので、とっかかりとしてはもう十分だと思うんですね。はい。ですので、まあお断りをしようかなと思ってたんですけど、でも、担当者の方と、お話し進めていくうちに、脱初心者向けの教材をということでしたので、それでしたら僕はこういうレッスンを提供できますよというので、教則本の執筆が決まりました。ですので、対象者はジャズに少しでも手を出したことがある方です。はい、教則本買ってみてくれ、やっぱりよくわからなかったという方とか、あとはもう練習してもこれが合ってるかどうかわからないですし、自分も上達してるかどうかがわからないという、そのような方たちを、対象にしています。ギター自体のこのフィジカルなトレーニングとか音楽理論っていうのはここには掲載はしておりません。わからないキーワードとかがあったら、まあ検索なり調べるなりして勉強をしていただきたいんですけど、ただ、ジャズをこうトライしたことがある方にはぜひ手に取っていただきたい教本にはなっています。で、この教則本の内容は、僕が対面レッスンで指導する内容とほぼ同じ内容になっています。題材こそ違うんですけど、取り上げる楽曲は違うんですけど、はい、でも説明している内容はもうほぼ同じ内容を説明をしておりますので、ですので、まあ中級者レベルの方でもどのようにアイデアを整理しているかというので勉強になるんじゃないかなと思います。はい、それでは2つ目いってみましょう。失われてしまったジャズ学習道、ちょっと意味深なタイトルをつけておいたんですけど、何が失われてしまったのかっていうところなんですけど、今回僕が執筆させていただいた教則本の内容というのは、実はジャズ中級者以上でやったらみんなやってることなんです。はい、すごく当たり前のことなんですね。はい、でも、今まで教則本に書かれることほとんどなかったと思います。いや、書いてある教本はあるんですけど、でもこんなに徹底してなかったと思うんですね。で、教則本ってどんなものかっていうと、このすごく難解なジャズですね。ジャズって難しいですよね。で、覚えることもいっぱいあります。で、これをなるべく分かりやすく、分かりやすくって説明をして、そういう道を追求していった結果、本質から逸れてしまったんですね。はい。これって僕、タブ譜みたいなもんだなっていつも思うんですけど、タブ譜と登場によって、ギター人口ってすごく増えたんですね。なので、すごく大事だと思うんですけど、でも、音分からずに音楽できちゃってるんですね。はい。それって、どっかの段階で必ず壁が来ます。で、ジャズ教本も同じなんですね。はい。ちなみに僕は、そういった分かりやすく解説されたジャズ教則本も大好きです。というのは、やっぱり、この難解なジャズをこんなに面白く解説できるんだっていう新たな発見にもなりますし、やっぱり、ジャズギター人口を、の裾野を広げるというか、やっぱり増やすことにつながっているかなと思いますので、まあ僕が無料で、ジャズビギナーシリーズを公開しているのも、やっぱりそこに当たりますけどね。はい。ということで、今回僕が教則本に書いた内容というのは、実は当たり前のことなんですけど、これまであまり教則本で見たことがない内容になってますよ、ということです。それでは次3つ目ですね。そもそもジャズって何なのさ、というところなんですけど、まあ、この教則本でジャズの即興演奏を学んでいくわけなんですけど、即興演奏ってロックにもあると思うんですね。他のジャンルにもあるかもしれないですね。で、ジャズと一言で言っても、スイングジャズもあれば、ビバップジャズ、ハードバップ、モーダルジャズ、コンテンポラリージャズとか、いっぱいいろんなジャズがあるわけですね。そもそも即興演奏って何なんですかっていうところをご紹介しようかなと思うんですけど、即興演奏を、よく言語学習に例える方いらっしゃると思います。それは僕自身もすごく共感できます。はい。言語学習と同じプロセスをたどると、いいかなと思うんですけど、ただですね、僕らはこうやって日本語50音を、扱って喋ってるわけなんですけど、日本語50音を自由に扱って喋ってるわけじゃないですね。
はい、日本語50音をランダムに並べて喋ってるのって多分日常生活だと 1% にも満たないですよね。はい、そうではなくて、日本語50音を使って出来上がった単語を自由に扱ってるんです。ということは、ジャズ学ぶんだったらジャズの単語を学んでいかなければいけないわけですね。はい、でロックやるんだったら当然ロック的なものを学ばなければいけないということなんですね。はい、で皆さん一般的にイメージされるジャズというのは、ビバップ、ハードバップと呼ばれる時代のジャズなんですね。はい、そのジャズ、どんなジャズかというと、コード進行を表現をしながら自由に歌っていきましょうというジャズなんですね。はい、この習得にめちゃくちゃ時間がかかるんです。はい、そもそもジャズって何なのって言われたら、まあその時代のジャズの単語を学んでいくということだと思っていただけるといいかなと思いますね。はい、それでは次は赤ちゃんがいきなり喋るのということですね。はい、先ほど僕は、ジャズ学習と言語学習って似てるんですよというお話をしました。確かにそうで、言語学習のように、まあ、単語を覚えていってそれを使っていくわけですよね。それと同じように、まあここでこういうジャズフレーズがあるっていうのを、まあ、このコード進行のところで入れてっていうのは確かに間違いないと思うんです。まあ赤ちゃんが、パパママって単語を覚えていくようにして、ジャズも覚えていくんですよっていうのは間違いないとは思うんです。でも大事なことを忘れてると思うんですね。何が大事かっていうと、赤ちゃんいきなり喋らないです。はい、その喋るまでに親の言葉を何度も何度も聞いてますよね。それ何年聞いてますかっていうところですよね。はい、最初のパパママって発音するまでに、少なくとも1年は親の言葉聞いてると思うんですね。それも四六時中聞いてるわけですよね。はい、さらに自分でバブ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 試行錯誤してるわけですよね。それをやらないでいきなり、はい、私の名前は何々ですみたいな、はい、こんにちは、ありがとうみたいな、そんな単語喋れるわけないんですよね。はい、ですので何が大事かって言われたら、まずはしっかり聞くことです。リスニングですね。そして自分がしっかり試行錯誤しなければいけないんですね。はい、この指板の上でいろいろ試して間違ったフレーズたくさん聞かなきゃいけないんです。そうしてるうちに徐々にリスニング量が追いつけば、あ、これは聞いたことある単語だぞとか分かるようになってきます。で、あ、こう動けばこういう風になるんだっていうのが分かってきますよね。ですので言語学習っていうのは間違いないんですけど、そもそもの大前提がリスニングがたくさんあるっていうことと、自分の試行錯誤があるっていうことが何よりも大事なんですね。ということをこの教本の中では何度も何度も熱く語らせていただいてますので、はい、そこを参考にしてみてください。それでは次は5つ目ですね。レッスンと教則本の違いについてです。今回教則本を書くにあたって一番頭を使ったのが、どのように順序立てて解説を進めていくかというところですね。で、例えば対面レッスンであれば、生徒さんの技量に合わせて適切な時期に適切な量を解説をすることができるわけですね。これってもうマンツーマンの家庭教師みたいなもので、理解できてなかったら先に進まずにちゃんと理解できるまで、解説をすることができるわけなんですけど、教則本でどのように順序立てるかというところですね。で、先ほど説明したように一番大事なのは技法ではなくて、フレーズでもなくて、リスニングなんですね。リスニング試行錯誤でフレーズなんですよね。はい、今回はいくつかの譜面をご用意しました。はい、まあ3つ用意したんですけど、まず1つ目の譜面というのはステップ1ですね。はい、これは5000譜しかありません。表現記号、スタッカート、ハンマリング、プリングとかスライド、そういうのも全部省きました。それを音源を聞きながら全て、自分の耳で取っていってください。で、おすすめは自分自身でタブ付加をすることですね。はい、タブを作ることによって、あ、ここハンマリングのニュアンスだからこっちかなみたいなものを聞き取っていくんです。はい、でこの時のポイントとしては、耳コピーに時間を割くのと同じくらいの時間を割いていただきたいんですね。はい、それくらい聞かなきゃダメなんです。赤ちゃんが1年あの親の言葉聞いてるのと同じくらいな感じですよね。はい、もう何度も何度も聞いて、あ、ここハンマリングな気がする、ここスライドっぽいなとか、いろいろと聞いて考えていってください。で、次の譜面、ステップ2では、分析を行ってください。分析というのは、コードに対するその音が何度に当たるのかっていうのを自分が分からないといけないんですね。で、音っていうのは度数によっていろいろ支配されているものが多いかなと思いますので、はい、このコードに対してこれが何度に当たってるのかっていうのを全部書いていった譜面ですね。はい、次にステップ3の譜面では、5000譜とタブ譜と、まあ、このタブ譜は僕が考えたタブ譜ですけど、タブ譜と度数と分析まで入った、もう情報量の詰まったスコアを用意しました。
で、これ作るの大変だったんですけど、これくらい細かく分析しないといけないんですね。はい。ですので、その詰まったスコアから指定のアイデアのページにジャンプできるようにページ数を記載をしています。で、ステップ4では、その譜面から取り出したアイデアを僕なりに解説して、整理して、ご紹介をしていきます。で、それぞれをどんどんフレーズ作りを行っていただきたいんですね。はい。これが赤ちゃんが親から聞いた言葉を試行錯誤して何とか喋ろうとしている状態だと思ってください。自分でフレーズ作らなきゃいけないんです。自分でフレーズ作ることによって、この指板帳の中で、その動きっていうのが見えるようになっていきますので、はい。これを頑張って作れるようにしてください。で、最後は、これを反復練習する感じですね。反復練習は、もうとりあえず1日50回ぐらいやってください。はい。それぐらいやったら、弾けるようにはなっていくかなと思いますからね。次に6つ目は、技法の一人歩きについて解説をしていきます。これどういうことかと言いますと、この情報過多の時代ですから、実は生徒さんはものすごくたくさんの情報を知ってるんですね。はい、もうレッスンにいらっしゃると、すごくこういうのが大事ですよね。こういう技法がありますよねって、技法をたくさん知ってるんです。で、僕がこの教則本を、まあ、書いていて、すごく怖いなと思うのは、そのステップ1、2、3を読み解かずに、先に技法だけ見ちゃう方がいらっしゃるということですね。はい、これ一番怖いんですね。それではジャズは習得できません。僕がやっているジャズビギナーシリーズもそうですね。フレーズ弾いてるだけでジャズは習得できません。ここではなくて、先ほどもお話ししてると思うんですね。とにかくリスニングが一番なんです。次に自分の試行錯誤なんです。で、フレーズなんですね。必ずリスニングから入っていただきたいということなんですね。はい、技法の部分だけを取って、確かにフレーズ弾いたら楽しいです。でも、そこは楽しむだけにしていただきたいんですね。ちゃんとリスニングをして読み進めていっていただけるといいかなと思います。はい、それでは7つ目は、練習のための付属 CD をつけましたよっていうところですね。はい、これ僕自身がそうだったんですけど、教則本に模範 CD で、模範演奏の CD ってついてると思うんですけど、やっぱり聞くことは聞くんですけど、じゃあ長く活用してるかっていうと活用してないんですね。はい、よくもって数ヶ月かなと思いますね。数年も CD 聴きながら教則本やったことはないです。で、その代わり、今でも使ってる、付属 CD はあるんですね。はい。それって、全部オケの CD なんですね。ですので、今回は生演奏による課題曲5曲ありますよね。5曲のオケっていうのを用意しました。はい。で、このオケも、同じテンポじゃなくて、120bpm と160と200という3テンポを用意しました。120が3コーラス、160が4コーラス、で、200が、5コーラスとなるようになっています。で、各コーラスにちゃんと抑揚がついています。はい。なので、アプリで流すような、何コーラスとっても同じような、同じテンション感の演奏ではなくて、ちゃんと抑揚がついたオケ CD というのが付属していますので、このテンション感に合わせて、最後は反復練習してください。例えば、かっこいいフレーズを使ったとしても、テーマの直後にそれを使うことっていうのはあまりないわけですよね。まあ、スムーズに流れていって、ここぞというところに、その盛り上げたいいフレーシングを入れていっていただければいいかなと思います。ね。で、さらにですね、リットミュージックさんにお願いをして、僕のギターを抜いたテイク、つまりベースとドラムだけのテイクをダウンロードできるようにしていただきます。はい。ということで、それを練習すれば、コンピングの練習だってできますし、あとは中級者以上の方に、ギタートリオだと思って、コードも含めたですね、コードソロとかも含めた演奏っていうのができるようになっていますので、この CD をぜひ活用していただけたらと思います。それでは8個目ですね。運指が違えばニュアンスを失うっていうことなんですけど、例えばやっぱりジャズらしいニュアンスで演奏するためには、どのように指を運んでいくかっていうことも大事だと思うんですね。どのようにポジショニングを取るかっていうことですね。で、今回付属 CD には、模範演奏を入れていません。で、やっぱりそれは動画として見ていただきたいなと思ってまして、ですので紙面上から QR コードを読み込んでいただくと、動画として、僕が撮ってる指使いが見ることができます。で、さらに、教本の中にはフレーズを作りましょうという課題なんかもあります。で、そこでは僕はその、教本の中に載ってないフレーズですね。はい、本来は作らなければいけない部分も模範例として弾いていますので、ぜひそこから盗んでいただければいいかなと思います。はい。
ということで今回は僕の書いた教則本の内容についてご紹介をしました。この動画でも教則本の中でも何度も熱く語ってるんですけど、とにかくリスニングファーストです。聞く量を一番増やしてください。もう、聞かないものは弾けるようにならないですからね。で、次に自分自身での試行錯誤ですね。はい、教則本に書かれたフレーズ弾いてるだけでは、ジャズの雰囲気はキャッチできますけど、習得はできません。そして、最後にこの内容というのは、中級者以上はみんなやってる内容ということを心に留めておいてください。ということはジャズ学習の正しい道ですからね。はい、たくさんの方にお届けできたら嬉しいです。それでは。